教えてジュラシック、じゃあピックフライのマシンを使ったリアですね、肩のリアですね、やりましょうか。リアでこれもまあリアのトレーニングはまあこういうピックフライのマシンがあれば一番いいかなと思いますね。フリーウェイトでリアって結構難しいですよね。なんでこのマシンがあると非常に、分かりやすいかなと思います。まあワンハンドでやることもできますし両手でやることもできますけど、まあまず基本的な両手で説明します。こうシートがある場合、まあ、いつも言うんですけど座ってやってしまうとやっぱり足の力が、使えないので力の発揮がどうしてもしきれないところもあるので、まあ、できればちょっとこう浮かせた状態ですね。ね、こんな感じでシートを下げて、こう前傾して持たれる感じですね。で、で前傾する死なず前傾しないで持たれると足が前に行っちゃうと体がこういうふうに後ろに倒れやすくなるんですね。そうすると肩甲骨が寄りやすくなってしまって背中とかも使いやすくなるんで、できればちょっとこうお尻を後ろ側にして胸を前傾して当てるという感じですね。あとはもうこのまま顔を正面向けたらまあ、開くだけですね。イメージとしてはこれを、後ろにやろうとするんじゃなくて横ですね、横に開く感じですがいいですね。あんまりこう後ろに行こうとしないです、ね、腕を軽く曲げて伸ばして、まあ、伸ばした状態でもいいですけど軽く曲げたらそのまま回転運動だけですね。肘の曲げ伸ばしが入らないようにしてください。あとはそうですグリップですね、まあ、小指をできるだけイメージして小指で押し込む感じですね。なので、まあ、親指があまり力入れずに小指にしっかり力入れる、小指薬指ぐらいですね。で、横に開いていく感じですね。やってもらうといいですね。あとは開いた時にちょっとお腹に力入れてもらうといいですね。そうすると体がお腹力抜けると腰に入ってこういうふうに体が反りやすくなってくると今度また背中に入りやすくなるので、まあ、ちょっと前傾したままお腹に力入れて上げると体幹が安定してよりリアに入りやすくなるかと思いますね。あとワンハンドの時は、まあ、足のポジションなんですけど僕はこんな感じでやるかな、はい。まあ、これ一番自分が踏ん張りやすいのでいいと思います。でワンハンドの良さっていうのはやっぱり収縮がしっかり、ツーハンズよりもできるのと、あとストレッチもですね、この辺で止まっちゃうんですけどツーハンズだとね、おいしそうだね、この辺で止まっちゃいますね。ワンハンドだと自分の体がこっち向いてますからストレッチが強いですよね。でそのまま収縮に向けて、ちょっとだけ体を反対側にねじってあげる感じです。顔と一緒にこうストレッチは、グリップが動いていく方と反対側を見てストレッチを大きくかけてそのままこっち向いてるんじゃなくて反対側にちょっと顔を向けると収縮感分かりやすいと思います。まあ、ワンハンドの方がストレッチも収縮も強いですし、片手に対しての足の踏ん張りができるので力も出やすいので、まあ、ワンハンドも非常にいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっと体がやっぱりどうしても自由に動くので、まあ、負荷を抜いて重いのをやり出しちゃうようだと良くないかなと思いますけど、しっかりストレッチ収縮を感じながらやるならワンハンドは非常におすすめですね。これはやっぱりフリーウェイトでやる場合はすごく腰に来ちゃったりとか前傾して取るのでそういうのに比べたらやっぱり肩の後ろだけに集中できてやりやすい。そうですね、まあ、あとは負荷のかかり方がやっぱりこれだとストレッチからずっとかかってかかってかかって収縮もかかるんですけど、やっぱりダンベルになるとここスカスカでここだけ収縮って感じになりますよね、うん、なのでまあ負荷のかかり方からしてもリアデルトはマシンは一番おすすめですね。
まあこれは回転系のマシン何でも言いますけどね、サイドレーズのマシンもそうですし、ペックフライもそうですけど、まあ、負荷が抜けないというところで一番いいのかなと思いますね。これ握りはどういう感じで、もうしっかりギュッと握った方がいいですか？例えば、ちょっとこっちから映せますか。これグリップ短いじゃないですか、はい、なんでこう握っちゃうともう手のひらがいっぱいいっぱいになるんですけど、はい、これ例えばグリップが長い場合、はい、じゃあこっち持ったらいいのかこっち持ったらいいのかっていうところで、はい、僕こっち持つんですよ、はい、でほとんどの方こっち持つんですね、はい、でこっち持った方が、小指での腹でこう押す感覚なんで、はい、リアにはこう、感覚はいいと思いますけど、はい、こっち持っちゃうと僕は何で持たないかというとストレッチの時にこの早くストッパーに当たっちゃうんですよ、はい、で、内側持ってると、はい、手がここまで来るんで、はい、ストレッチが強く入るんです、はい、っていうところで、まあ、グリップが長い場合は僕は内側をよく持ってやるんですけど、はい、まあ、これは別にそれぞれ狙ってるところは違うので、はい、その辺何を自分が重視してるかにやってる、はい、あとごめんなさい、大事なのかもしれないけど、これ戻した時に、一番大事ですね、このここで当たらないようにしてください、はい、マシンの本当にギリギリですね、ギリギリで止まって、この止まった時にリアに重さを今ちょっと見てます、分かります、はい、これぐらいで止めて、ここでリアに重さを効かせて乗っけてから開くんですね。なんでここで抜いて開くんじゃなくて、止まって一回息吸って重さを乗っけてからお腹に力入れて開くんです。ギリギリ止めて開く、止まった時にリアで重さをしっかり受けて開く感じですね。こんな感じで、これでやった時にこう肩甲骨が動いて背中が寄っちゃう。そうですね、寄らないようにするためにまずお尻を後ろに、さっき最初言ったようにね、こうしながらですね、寄りやすくなるので、あとは前傾キープしてお腹に力入れてあげると、ちょっと反る、要は反る姿勢をできるだけ抑えるということですね。の中で、あとは横に開く、ね、後ろに行こうとするとこういってしまうので横に開くんです。そうすると肩甲骨は呼びにくいですねっていうところですね。重量はどういう感じで設定するのがいいですか？そうですね、リア、まあ感覚が良ければだんだん軽くしていってもいいです。僕は、1回ちょっと軽めで回数ちょっと多めにやって、肩の場合は全部そうなんですけど、しっかりパンプして感覚が良くなってからちょっとずつ重さを上げていく感じでやってますね。まあその辺は他の部位もそうですけど、こう自分の、感覚に合わせてやってもらえばいいかなと思いますね。まあ得意な部位は、最初から重いのでバーン重さ力出していく、ね、で、苦手な部位っていうのはじわじわ追い込みながらアセンディングセットで上げていくっていうやり方でいいんじゃないですかね。回数はどのぐらいを目標？回数はそうですね、まあ、10から15ぐらいでやってるかな、うん、あんまりリアは低回数はあんまりやんないかな。まあでも8回から10回ぐらいであればまあまあの重さになりますからね。5回とかはさすがにやんないですね。はい、まあ、感覚としてある程度のパンプをさして、その中で、追い込んでいく感じですかね。だからあんまりリアのこうパワー系の種目っていうのはないかな。サイドレイズとかフロントのプレスなんかは肩のね、あのパワー出すプレスとパワー系のサイドレイズやりますけど、リアの場合はパワー系のリアっていうのはあんまやんないですかね。なんか周りの選手見ててもそんな気がしますね。ちなみにあのグリップはこの内側のを握ってってことで、ここは結局こっちでやるとストレッチが全然そうですね。ただこの手の向きとしてはこの向きでいった方が収縮が強いですよ。だからよくここに当てる方いるじゃないですか。ここはいはいはい、あの方が収縮感は強いと思いますね、はい、ただやっぱり僕あんまやんないですけど、なぜかというと力が出にくいですよね。はい、なので、まあ、収縮感は強いですね。バリエーションとしては、うん、全然いいと思います、うん、なんで
ちょっと重さでしっかりこのグリップでやった後に、グリップ変えて収縮を強く入れるっていうのもいいかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。